永瀬廉脱退した平野、岸、神宮寺に3人の味方でいたい。心境告白で全ティアラ号泣必死か。こんにちは、スコープ芸能です。今年5月に3人の脱退が発表され、新生キンプリとして高橋海人さんと2人で活動しているキング&プリンスの永瀬廉さん。そんな永瀬さんは脱退した3人への心境を告白しています。永瀬さんは5月24日深夜、文化放送キング&プリンス永瀬廉のラジオガーデンに出演。永瀬さんは冒頭で、5月22日キング&プリンスが一つの大きな節目を迎えましたと伝え、リスナーからのメールを読み上げた後、俺的にはなんで5人じゃなくなるんだよ、どういうことだよ、おかしいだろうということとか、そう思っている方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、そういうメールもあるのかなというか、読む覚悟をしていた部分もあったけど、今日読ませていただいた中にはありがとうっていう、いや違うじゃんそれは、こっちじゃないですか、どう考えてもさ、と感謝のメッセージに涙声になっていたようです。昨年の11月4日に3人の脱退を発表しましたが、ショウとジンと岸さんが違う道を進んで、俺とカイトがキング&プリンスを続けるっていうことを未だに受け入れられない人が大多数だと思うんですけど、そういう状況でも俺ら5人のことを応援してくれて、好きでいてくれて、歌番組に出るたびにすげえたくさん反響をいただいて、いやありがとうじゃないよね、こっちですよ、と感謝の気持ちを伝えていました。半年間も辛くて苦しかった野郎に、ダメですよこっち側にありがとうっていうのは、感謝の気持ち足んねえぞくらいのスタンスでいてほしいわ。本当にどうであれ、どういう形でも5人のことを最後まで見守ってくれたファンの方々には感謝ですね、とファンの気持ちに寄り添っていました。また5月20日に最終回を迎えた日本テレビ系キング&プリンスル、いや同日に5人でラストパフォーマンスを披露した NHK ベニュー101にも触れ、スタッフらに感謝し、 NHK の現場には同じ事務所のトラビスジャパンのメンバーが駆けつけ、メッセージを残してくれたことも明かしています。現場ではマネジャーやスタッフ1人ずつと記念撮影をしたといい、半分を過ぎた頃に岸さんが写真から切れてるって発覚して、また一から撮り直すなんて事件もあったりして、写真から切れてるのが岸さんという、またまた俺ららしいというか、と最後まで普段通りのような笑いのシーンがあったとも告白しています。脱退した3人と残る2人と、それぞれが別々の道を歩んでいくが、俺の感覚やけど楽しいことが絶対に待ってるし、長い時間一緒に過ごして思ったけど、それぞれの選択した道を全力で楽しめるし、それを一人一人が正しかったというか、その選択が正しかったっていう風に思わせられる能力や力がある人たちやから、近くで過ごしていて感じているし、だから5人のファンの人は安心して好きな人の後をついてっていいんじゃないかなと思う、と気持ちを尊重。続けて、全員で幸せになりましょう。俺から言えるのはこのくらいかな。言える気持ちとして、まだまだ受け入れるには時間がかかるかもしれないけど、俺とカイト、ショウと岸さんとジンが選んだこの道を、みんな間違ってなかったっていうか、もともと間違ったって言うつもりないんですけど、改めてそれぞれが後悔しない道を選んだので、それぞれのファンの方々が俺らについてきてよかったなって思えるようなことを俺はしていきたいと思う。本当に3人の人生を応援しているし、どういうことをするにせよ3人の味方でいたいなって思います。1日でも皆さんが笑顔になれるように願っています。引き続き頑張ります、と脱退する3人への心境を告白していました。かつて現ジャニーズと元ジャニーズの共演はほぼ不可能で、実現するとしてもかなりの年月を要しているようです。それはジャニーズ事務所の名誉会長を務めていたメリー北川氏の意向によるところが大きかったからだそうですが、同氏が21年8月に亡くなって以降は状況が変わりつつあると芸能関係者は語っているようです。例えば今年3月には元ジャニーズジュニアで現在 INI のメンバーとして活動する田島翔吾さんと、かつての同僚であるトラビスジャパン松倉海人さん、
松田元太さんのスリーショットが INI 公式 SNS にアップされたこともあります。また8月11日放送の中居正広の金曜日のスマイルたちへでは、現役ジャニーズの 20th Century とすでに独立している中居さんの共演も話題になりました。また同14日には 2B 所属の平野さんがインスタグラムで生配信している最中、それを見ていたストーンズ森本慎太郎さんが電話をかけてきたということもありました。以前であれば大問題になっていたことでしょう。しかし森本さんが表立ってお咎めを受けた様子はなかったようです。現在のジャニーズはファンが思っているほど元所属タレントとの交流にガチガチの規制を張ってはいないと考えている関係者もいるようです。そのことを示すように、今月23日深夜に放送された永瀬さんがパーソナリティを務めるラジオ番組キング&プリンス永瀬廉のラジオガーデンでサプライズゲストとしてメンバーの高橋さんと5月にグループを脱退した岸さんが出演。岸さんは2人と久々の再会となり、3人で変わらぬ仲良しトークを展開されています。番組冒頭、永瀬さんは番組がリニューアルしてから初となるゲストが来てくれています、カイトが来てくれましたと高橋さんを紹介。ところがほどなくして永瀬さんがお腹が痛いと言い出して席を外し、高橋さんが一人で場をつなぐ展開に、アドリブが苦手な高橋さんがガチで無理と弱音を吐いていると、永瀬さんに連れられて岸さんが登場しました。岸さんと高橋さんがどういうことと互いに驚く中、永瀬さんは回答は岸さんが来ること、岸さんは海人がスタジオにいることを全く知りませんでしたと、何も知らない状態の2人を合わせるドッキリ企画だったことをネタバラし、高橋さんはキンプリの中でサプライズ苦手な2人だからと笑いながら話し、岸さんと共に困惑しつつも久々の再会を喜んでいました。岸さんと高橋さんが顔を合わせるのは3、4ヶ月ぶりだったそうですが、岸さんによるとちょくちょく連絡を取り合っていたとのことで、高橋さんは番組見たよとかリアタイしたよとかめっちゃ言ってくると明かしました。一連のトークに対し、ネット上のファンからは3人の声がずっと弾んでいて、それだけで嬉しい、ラジオ聞きながら涙腺崩壊したといった歓喜の声が続出。また高橋さんが発したキンプリの中でサプライズ苦手な2人、動かないグループといった言葉は、まるで脱退した3人が現在もグループに所属しているような口ぶりだったため、5人の絆を再確認したという人も多いようです。退所した平野さんと神宮寺さんが滝沢秀明氏の新事務所 2B に合流したことで不仲説を報じているメディアは少なくありません。ですが今回のラジオで平野さんや神宮寺さんの名前が当たり前のように出され、退所後に同じく 2B に合流するのではと噂される岸さんと、今もジャニーズに残る2人が和気あいあいと仲良くトークしていることを踏まえると、少なくとも5人の間にわだかまりは一切ないように感じます。これだけメンバーの仲がいいのになぜ分裂してしまったのかという謎が余計に深まった印象もありますが、現在も5人の絆や関係性が変わっていないとなれば、ファンも前向きに捉えることができるかもしれないですね。今後も永瀬さんと高橋さんが元メンバーの話をする可能性は大いにありそうですね。そしてゆくゆくは歌番組で歌唱共演を果たす未来も待っているかもしれません。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録と高評価、コメントをお願いします。それでは。